アカシカは、哺乳工具定木シカ,カシカ族に分類される鹿の一種。アメリカ合衆国では最近まで禁煙と考えられていたアメリカアカシカシーカナデンシスと同様にエルクと呼ばれることがあるが、ヨーロッパではエルクというとヘラジカを指す。中国語の漢字表記ではバカと書く。分布アナトリア半島、カフカース地方からヨーロッパ、北アフリカにかけての広範な地域に分布し、 多くの亜種が知られる。アフリカ大陸に現存する唯一の鹿である。北米北部とユーラシア大陸北東部に分布するワピチシーカナデンシスと中央アジアに分布するアジアアカシカシーアフィネスとは飼育下で主観雑種ができることから同種とされたこともあった。オーストラリア、ニュージーランド、アルゼンチンに狩猟獣として移入され、帰化している。 体高120から150センチメートル、体重90から250キログラム。体毛は、赤葛色の個体が多く、短い尾を持つ。オスは枝分かれした角を持つ。森林に生息する。最年長のメスを中心とした群れを形成する。オスは、繁殖期以外は単独もしくはオスのみで群れを形成する。植生は草食性で草や木の葉を食べる。 繁殖形態は、体制で、1回に1から2頭を出産する。繁殖期は9から10月で、繁殖期になると、オス同士は角を突き合わせて争い、勝負に勝ったオスがハーレムを形成する。リーストコンサーン食肉や狩猟用に飼育されている。袋ズノとカズノは、漢方薬や半型薬として用いられる。世界の侵略的外来種ワースト100リストに、 掲載されており、ヨーロッパ系移民により導入されたオセアニアや南アメリカでは駆除の対象となっている一方で、北、アフリカなど生息地の環境破壊により絶滅の危機に瀕しているアシュもある。本種を含むシカ属ケルブスは外来生物法によって特定外来生物に指定されている。AB 滝康彦、財団法人自然環境研究センター。 決定版日本の外来生物平凡社、2008年4月21日。ISBN 978から4から582542417。ありがとうございます。